今日の東海地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雲に覆われ、各地で先週より気温が下がり、岐阜県高山市の山間部では最低気温氷点下 1.1 度を観測しました。一方、名古屋や岐阜市などの最低気温は昨日より上がり平年並みとなりましたが、各地で夏日となった先週からの寒暖差で寒さを感じる人が多く見られました。めっちゃ寒いです。震えが止まる。寒すぎて冬物も全然暖かいのも閉まっちゃったので我慢するしかないな。今日の予想最高気温は名古屋で19度、岐阜で20度、津で17度と平年並みですが、先週金曜日と比べると10度ほど低くなる見込みで、気温差による体調管理に注意が必要です。